はい、皆さんおはようございます。今日も釣りに来ましたよ。はい、今日もえらいブレイクのとこが遠くて、いや釣りに来そうだね。まあ今日は7時干潮や、干潮か、昨日より2時間後やから、まあマジかな。はい、スフェロス人巻いてきたよ、新品。おお、上まで上がってくるやん。はい、いつものステラー直したよ、ブリカスタム。はい、新品ちゃうで、昨日の折れたやつを直してきた。はい、じゃあ準備していこう。今日いろいろ、うわー、びちょびちょ、あーあー、はまってる、あんなとこまで降りるから用意していこう。おお、やばいやばい、わー、上がってきたやん。あーあー、あかん、これ上がってきたやん。ああ、この時間でここまで来るか、この時間でここまで来るか、やばいやばいやばい。直したよ、ちょっとこの距離短いけどね、ほらちゃんと繋いで、昨日折れたやつやで、これ、うん、直したよ。やばい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 ぞ。うわ、ずぶ濡れやん。ああ焦げてもたやんか。もう、ああ、竿ない。え、ああ、あるわ。いや、ピーもくちゃくちゃになった。やばかったやろ。うわ、折れた、竿折れた。ブリカスタム当初はこのキャップを使うね。シュウ君これ知らんかったからな。これを使えば一発で糸は通せるからね。よしよし、はい、一発で通った、一発で通りましたよ。さあ仕掛け作ろう、仕掛け。はい、まずは糸止め、ひとひろ、ふたひろ、はい、よいしょ。次は持ち帰りましょうね。盛り玉細い穴から通して、浮きペット通して、盛り玉入れて、超涼しいじゃないか。えい、天秤付きカゴ、これはサナで買ったけど家に何ぼでもあったわ。30年以上前かな、親父が使ってたやつがいっぱいあった。これもともと12号の重りついてるから、そのまま浮き12号へ投げて、でこっから仕掛けだね。2つの針、これで釣れちゃうのよ、青物がね。チヌでも何でも、はい、使ってる浮きはこれ、アポロ12号円筒用、よう釣れるよこれ。針はこれ、カゴ釣り5目6号これ使ってる。これで釣れたからね。浮き持ってるんやったらこんな重りを持ってきといて、これでカゴに重りサッとつけれるクリップで調整したらいいと思いますね。いろいろで、置き網、普通の置き網ブロックにこれ入れた、アジジャンボ、これ入れたら入れやすいし、まとまりいいし、でこれ防腐剤入ってるからね、腐らへんのよね。翌日に持ち越してもこういうの入れておくと、それが好きで、どうせ余るのをね、作りすぎたっつって余るから、置き網、網エビこれ入れて混ぜてね、やる。それでカゴに入れて投げる。カゴに刺し餌はいつもこれ使ってる。チヌ釣り昔何年か前にやってたやつ、ずっと冷凍庫で保存してたからそれを使ってる。オキアミの刺し餌から巻き餌から取って使っても全然経済的やけど、
余ってるから使わんとね、何年も前だから冷凍したまんまで、いい加減冷凍庫開けたいから。僕は尻尾から出しますね。はい、こうやって尻尾からで、普通にこれ自分の手で入れなあかんやつやけど、すくうやつもあるんやけどね、高いのよ。もう手洗えばいいやんって思うから、これ手で入れてる。で、よっしゃ、ここん中にね、差し餌入れちゃうのよね。投げるときにここに入れといた、飛ばへん、飛んでいけへんから、餌がね、そのまま送り込めると。フルエントしても 100m はいけへんやろうけど、 80m ぐらい飛ばしたいから。あ、いや、お、めっちゃ飛んだね。竿を畳んだまま飛ばしたけど、ようやるわ。竿を畳んだままやった。え、あんなとこまで飛んだよ。あんなとこまで。あ、いや、あとは当たり待ち。あの籠やったらもう一発で全部オキアミ飛び散ってるからね。もうばらまいた後よ。あとは釣れるのを待つだけ。翼でも何でも来るよ。死ぬでもヘダイでもマダイでも、魚がいれば。ちょうどいいわ、これ坊主のがれに渋なった時にね、釣れたら楽しい。まそんな感じやね。朝市がやっぱいいね。なんでもこんな感じです。なんか釣れる？あかんあかんって、悲しいこと言うじゃないか。かかってこいや、かかってこいや。おお、上がってきた、上がってきた。ほんまにかかってきたな。さっきまでここまで来てへんかったのね。あ、この波やばいんちゃう？ほら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 、やっぱりやばかった。新しいオキアミ、アジマックスみたいな買ってくるの忘れたんよ。最悪やわ。この残りに混ぜるしかない。月曜に買ったオキアミとかしてきた、冷凍してて。はい、ゴミは持ち帰りましょうね。クーラーに入れるときは臭くないから。混ぜる、とにかく混ぜる。ここまで避けてもきますか。あ、ヒット。いきなり、ちょっと、いきなりヒット。やめてくれ、やめてくれ。釣れた、釣れた。坊主脱出。4時半に着いたのにもう4時52分や。ゴールデンタイムスタート。ゴールデンタイム準備で終わりそうや。行くで。わあ、でかい波来た。わあ、大丈夫かあれ。おお、これはやばい。逃げろ。おお、ここまで来たか。マジか。まあ、これもやばいな。わ、これもっとやばいな。ちょー、ほんま。ああ、びちょびちょやん。ああ、もう全部出てもうて。やばい、これ。あれやー。ああ、飛んだ。濁りの向こう行ったで。ボスチャーでしょ。頑張るで。浮きどこ行った？見えへんや。いつも、あ、行くで。いつものステラ5000番 P2 号。フリーカスタムに入ったか。リーダー5号、新品巻き直したよ。はい、でジグサビキね。
はい、ムーチョルチアピンクグローキャンディ 35g です。ガーン、はい、5時、ドキドキタイムスタート。さあ、するでするで。え、7月27、早いな、もう今月もうちょいやな。水曜、木曜か、25度、北北東1、涼しいよ。うん、いい感じ。今日は北、流し用1やな。さあ頑張ろう。やばい、これやばい、やばいぞー、やばいぞー。わあ、うわあ、マジか。多分入ったけど、いけるかな、回収できるかな。おお、釣れた、アジや。ふう、今日もアジ来た、イエー、今日も来ました。やっぱり受け釣れたな。釣れたぞー、アジでかいで。嘘やろ。あーあーあーあ、まだ竿折れるやん。あー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 、たまらんわ、もうまたびちょびちょ。うわ、石ころも入って、もあー、えらいこっちゃ。あ、びちょびちょ。ああ、マジだよ、もう釣りにならんな。ああ、想像してた通りやけど、ひどい、釣りにならんな。全然波けえへんやん、肝心な時に。なんか今日は波待ちやん、サーファーや、サーファー。うー、もう6時14分やん。あかんな、まだ1匹だけや。味浮き入ってもな、ブレイクでバレてまうよな。うん、厳しいや。でも頑張るで、ちょい時タイムスタート、頑張るで。おはようございます。無事かよ、シリ。もうわかんわ、これ。シリにまで挨拶つかされた。お疲れ様です。お疲れ。もぐもぐタイムですよ。コーンスープ、やった、いただきまーす。うまっ。サンドイッチ、やった。いただきまーす。お、うまそう、うまそう。これはうまそうやね。うん。いただきます。92、もうあかんで、帰ろうか、無理やわ。仕掛け、毎頭仕掛け来ちゃって。アジ1匹だけ、マジで、ジグで、いや、カゴ釣りで、何にも来ないルアーは。もうダメですわ、こんだけあれ、うねったら。アリールコータン、お、スベロスやん、ちゃん。あ、そうです、スベロスやん、おお、新型やん、一番新しいスベロスちゃん。あ、分かれへん。おお、ええやん、なんぼした？でも1万安いやろ、うん、1万5000円するか、1000回で、なんか、レンジで 2.10% とか。ええやん、1万3000円HG や、PG じゃなくて、ハイヤーにした、ハイヤーにしたんや。ハイヤーにしたら味の口切れるの。熱っ、片付けようか。もう一度どうぞ、捨てろ。はい、今日はもう帰ります。あ、そうですか。釣りずっとここで撮ってんのも撮って、ここ釣れてんのも撮ったから。あー、逃げたのかな。わかりました。ありがとうございます。もう当分来ないぜ。お、入った。
来た来た、完全に入ったで。おい、おでかい、おおいいね、死ぬや死ぬや、ふっでかいで、やったぜ。あり返せ、まあまあやね、まあまあやで、ほらやった、おいや、おおアジア、おおアジア、おおアジア、アジア、入り食いやん。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしています。バイバイ、また明日。